ケツミドリとキリギリどっちが強いんや。キリギリは強い。そりゃモチーフだからキリギリの方がいいかなとは思う。けど、やっぱ汎用性とか、カズハ使えば氷ダメージバフポーンつって 40% 上げられるんで、じゃあ別にダメバフキリギリで上げなくていいじゃんっていう派閥の人間だから、バンガン結力ってさ、回心率めっちゃ上げられるから、生物厳選すごい適当でもちゃんと率ダメいい感じになるし、唯一の弱点がダメバフ漏れない点なんだけど、そこはカズハで解決する問題ではあるから。ね、ガチ勢、あやか、もう俺はあやかしか勝たん。しかも、あやかのためにカズハも神格も持ってるっていう人はそれはキリギリだと思うけど、原神そこそこエンジョイ、我無課金、我美課金ぞーみたいな人たちはコスパがいいのがいいわっていう人はバンガン結力引いてカズハも後で引いてくれるのが一番いいと思う。バンガン強いからね。